うちの看板、取材講義どうも、ダメダムおじさんの荷村です。石井です。さあ、今回のうちの看板はですね、静岡市にあります、はい。ポールさんールさん。お店にお邪魔いたしました。はい。そこの看板ちゃんであります、大塚あゆみちゃん、取材させていただきました。石井さん、いかがでしたかいやー、めちゃめちゃ綺麗な子でしたね。可愛らしい。美人さんで。見た目はこうね、ほんと美人。 っていう感じなんですしっかりモな雰囲気でね。話していくうちにいろんなこうギャップがね、うん、ね明らかになっていきまし,てました。これは結構こう見てると、うん、あ意外だな意外だなってことがこ結構続いていくなと。たくさんありましたね。はい思っております。うん、そしてボールさん、はい、イタリアンフレンチ。 いうお店でございますけど、まあでこのカメラに今映ってるこの段階だけでおしゃれなお店だってことがね、くつろげちゃう。わかりますかこの感じ。グリーン車じゃないんですよこれ。今ね。そうですよ。お店の中にいますから。そうです。ですからまあ料理も美味しかったですし、常人中もいい雰囲気のお店ですので、まあこれも本編をぜひ皆さん見ていただいてですね、ぜひお店に来ていただければなと思っております。お願いします。お願いいたします。 あのちょっとここで僕、はい、今回一つ話があるんですけれどもどうぞどうぞあの昨年末に僕らトこからグランプリアンダー23冬休み大会っていうののはい10テーブルのクラスーがね、はい、放送されます MC をね、はい、やらせていただいたんですよですカラオケ大会の MC を僕らやらせていただいたんですよですあのー、その時に三村さん、はい、あんたやっちまいましたね その話を何ですか。今ここからしようっていうんですか。いやもう、僕はもう二村裁判でこの時間もらってます。<laughs> はあ。やっちまいましたよね。やっちまいましたね。思い当たる人あります。あります。ちょっともう自分の口から反省の意味を込めて言いなさい。あのー、まあ東京から新幹線で静岡にあのね我々二人当日向かったんですけど、はい、えっと僕だけが、うんえー、起きたら掛川だったっ <laughs> な<んで> <laughs>、ね。なんで？ねなんで？まあ見事に寝過ごしたんで。 完全に遅刻したよね遅刻じゃないですね遅刻じゃない掛川に行っちゃったってことですだよ。気づいたら掛川だったっていうことですこれはねちょっと僕本当分かってほしいんです起きたら静岡を出発する新幹線にいる僕の顔っていうのをねぜひカメラに収めてほしかったんですよはっって言ってますからねはっってあとひどいよ本当に。 いいやごめんなさいちょっとね今変なちょっとおちゃらけましたけどほ、うんとに東海のスタッフの皆さんがいい人だったから事なきを得ましたけどほ、うんとに真っ青になって現場に行ったら皆さんが笑いでね受け入れてくれたんで,であ良よかったと思っていや本当ににでもこれは本当に申しないほんとだったらもうめちゃめちゃ怒られて、はいまあ、よくある話ですけどこの業界だったら坊主とか、うん、いろいろありますからねそう,そういうのそんな中大きいね 心ででこう…すね、迎えにってい,ただいてたあのー、まあ本当にこれはちょっと僕反省しまして、うん、いやもう大反省よそれはもうさすがにあのその僕らの身分で遅刻っていうのはまあ本当やっちゃいけない、うん、ことなだなっていうことをこれ僕ちょっと反省しましてあ,、ね、あのー、今回僕罰を受けようと思ってます罰を受ける,受ける、はい、でやっぱり今まで石井さんが食らってきた罰とか、うん、まあ体張ってきたものとしてありますよ洗濯ばさみ鼻洗濯ばさみ それから、花フック、ビンタ、わさび。えまあ、この四つの中から。俺結構やってるね。なんか、悲しくなっちゃった。自分で聞いてて。まあ、でも、この四つの中から、今日いるスタッフさんに、投票いただい。てそれを、僕が今日、食らおうと。いいと思う。これは、本当に、僕、ちょっと、さすがにも。やりましょう。申し訳ないっていうのがあって。それを食らって。まあ、笑いで。 許していただきたいす、ね、まあこれで、要はシャラっていうね,ね、はい、今もう遺恨残ってる状態ですからです,、ね、ですからまあこれを大いに笑っていただいて、はい、それでんじゃなしにしてもらうとそういいでしょう、はい、いうことでですのでちょっとじゃあ,あの僕の、うん、じゃあ皆さんちょっとなんかメモ書きいただいてちょっとじゃあこれはいこれで皆さんに、はい、これでですねはい皆さんに今これあの投票いただきまして、うん、はい僕の罰が何がいいかを。 皆さん投票いただいたのでこれで僕が今先ほど言った花洗濯ばさみ花フックビンタわさびの中のどれかになります、はい、いいですねいいですかじゃあいきます発表していきますはいはいはい続いていきます石井花洗濯ばさみ <laughs> 待って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  続いて、えー、マジか石井花洗濯バサニ馬鹿じゃないの本当に <laughs>、えー、続いてはい、えー、石井花洗濯バサニ <laughs> はいそして最後、えー、石井クソ誰だこれお前おい坂丸だろおい石いこれ最悪だよなんで石井クソって石井すま <laughs> じゃないよ <laughs> これ、何ねおいちょっとスタッフの皆さんスタッフの皆さんいやうるせえおめえもう何なのいや俺が今日は罰を食らう予定だったのによいいなコンビネーションが石すまんすまんじゃないよこれ全々回の取材工期と一緒だよバカ見ろよ見ろ今すぐ33のね見ろ早く取材工期とやだよでも みんなは、スタッフがこれを求めてるからこれが俺の罰だからはあ何言ってんの俺がこれを泣く泣く,泣く泣く石井さんにやることが俺の罰だから何なのその論法石井すまんうるせえためんじゃねえ石井とすまんないでためんじゃねえバカ石井申し訳ないええよ <laughs> ないえよ申し訳ってなんだお前、ね、<laughs> ああじゃねえようわ最悪マジでやんの <laughs> いきます

本当に申し訳ございませんでした。ほら。申し訳ありませんでした。俺じ, <laughs> じゃねえだろ。俺じゃねえだろ。あ、石井。ごめん。いや、なその言い方。ぶかつくごめん。石井、ごめん、すま。住所いや、行ってやるから、お前らの家に。<laughs> 全員、後でスタッフ全員住所書け。<laughs> はい。ということで、もう今回これで本当に反省しました。ダメだメおじさん、しっかり時間を守って、 行動していきます。目だよね。まあ僕の遅刻は石井さんの遅刻でもありますから、ね。目だよもう。ね、それはお互い反省したということでよろしいですね。バレとけよ、はい、本当に。ということで時間をきっちり守れるダムダムおじさんが出ているうちの看板見たい方はぜひこちらまでお願いいたします。絶対にもう遅刻はしません。<laughs> はい、お願いいたします。一個いい。はい。鉄の味がするんだけどね。<laughs> はい、鉄の味が。なんすかね鉄の味っていうのは。申し訳。 言えないよ言えよ <laughs> さあということで以上うちの看板取材講義でございました。